こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、ロレールのベージュのベレー帽をかぶりまして、 JC ペニーのブラックシャンブレーのワークシャツ、黄色い刺繍が入ったタイプです。で、リーバイスの 920B ですね、サテン生地のパンツですを履いたスタイリングになっております。ようやくと言いますか、かなり暑くなってきまして、なかなかもう重ね着もそろそろ難しいかなと思っておりますが、まあそんな時にでもできるおしゃれをしていきたいなと思っております。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回は前回色の濃さのお話で、まあ続編という形で、ちょっとこう中途半端な色を使った時のコーディネートの方法ということでお話をさせていただきまして、まずちょっと軽くおさらいをさせていただきますと、一番こうベーシックでこういろんなアイテムを組み合わせる時に、まあ、本当にこう汎用性が高いなと思っている色の濃さの配置に関してなんですけども、以前もお伝えをしましたが、ジャケットがまあ10もしくは9ぐらいの濃い色で、パンツが5前後の、要はちょうどこう濃くもなく明るくもない色、そしてインナーを1とか2の少しこう明るめの色にしていただく。そうすることで、例えばネクタイをしたりだとか、ネッカチーフを巻いたりだとか、あとはまあ靴も明るい色から濃い色まで対応ができますというお話を一番初めにさせていただきました。で、つい最近、その中途半端な色の場合どうしましょうという話で、例えば、ジャケットが、まあ、7とか6ぐらいのジャケットを着ても、同じようにパンツも同じぐらいこう明るくしていただく。例えば3とか4とかで、インナーを2とか1とかにしていただく。そうすることで、基本はジャケットが一番濃くて、でパンツが2番目に濃い、そしてインナーが一番明るい、まあ、そのバランスさえ死守していただければ、死守するというか、そのバランスさえ守っていただければ、基本的には全体が濃いバランスになろうと全体が薄いバランスになろうと、うまくまとまりますよというお話をさせていただきました。で、前回の動画の中で、例えばジャケットが8だったとしましょう。ちょっとこう濃くもなくやや明るめのジャケットとかのネイビー、ライトネイビーのイメージだとしていただいて、まあ、少しこう明るめのジャケットで、パンツを例えば2にします。ジャケットが8に対してパンツを2にします。で、シャツを1にします。で、こうなった場合にどうしてもジャケットだけが濃い印象になってしまいます。まあそれは多分イメージしていただくとお分かりいただけると思うんですけども、そうではなくて、ジャケットが8、そうするとパンツは4ぐらいにしていただいて、シャツを1にするとか、パンツは5にしていただいて、シャツを2にするとか、要はそのジャケット、パンツ、シャツの、要は数字でいうその差寸を大体統一していただくと、こう綺麗にバランスがまとまりますよというお話もさせていただきました。どうしてもそうならない場合っていうのは絶対に出てくると思います。ものすごい数の洋服を持っていて、こうコーディネートを考えるときに、まあこれもいけるけど、これもいけるな、これもいけるみたいな、こう選択肢がたくさんある方であれば、その数字にのっとってやっていけば問題ないんですけども、まあ皆さんがそうじゃないと思いますし、たくさん洋服を持っている方でも、やっぱりテイストによってはなかなか合わせづらいっていうものもあると思いますので、そうなった場合に、前回の動画でテロップでそういう時の対処法をお伝えしますというお話をさせていただきました。で、今回その動画を撮らせていただきたいと思います。要は応用編という形になるかなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただいて、この色の濃さのお話に関しましては、今回この動画をもって大体フィックスできるんじゃないかなと思っております。あとはまた、色のその印象とか、例えば赤はすごく強い印象になるとかっていうことはまたあったりするんですけど、またそれは追ってちょっと内容をすごく検討して、分かりやすく伝えられればなと思うんですが、今回はそのお話をちょっとさせていただきたいと思います。で、今回も私が行っておりますインスタグラムの画像をこちらに流しながら簡単にお話をさせていただければなと思いますので、最後までぜひご覧いただければと思います。では早速ご紹介させていただきます。まずこちらですね。ブラックのベレー帽をかぶってはいるんですけども、まあブラックのベレー帽はもう無視していただいて大丈夫です。で、ジャケット、
まあ多分6ぐらいのちょっと中途半端な6か7ぐらいの中途半端なジャケットです。でパンツも同じく6か7ぐらいで、シャツが少し明るめの、まあ、2ぐらいのシャツを着てるんですけども、こういうその差寸がほとんどこう変わらないというか、こうジャケットとパンツは差寸が小さくて、それシャツはインナーは差寸がかなり大きいというコーディネートなんですけども、まあ、その時にどうするかと言いますと、ネクタイを濃くする。ネクタイを持ってくることで、ただこのネクタイも10のネクタイなんですけども、ベースはただ半分の割合で、まあ、3ぐらいの柄が入ってるんですけども、まあ、こういうところでこう調整をしていただく。なので今までお話をしてたのは基本的にはジャケット、まあ、アウターですね、パンツ、そしてインナーのお話なんですけども、その色のバランスが要は崩れた時、要は濃さの差がこう偏りが出た場合にどういうふうに対処するかと言いますと、そこで登場してくるのがネクタイ、もしくはネッカチーフ、もしくはニットだったり、あとはシューズ、まあそのあたりでこうバランスをとっていただく、色の濃さのバランスをとっていただくという感じになります。なのでこのコーディネートなんかは割と分かりやすく色のその濃さのバランスをとってるんですけども、ジャケットがまあ6か7の中途半端な色、パンツも同じく中途半端です。でシャツは少し明るいんですけれども、黒い、まあ、10の10ベースのネクタイで3の柄が入ったネクタイ、そしてシューズで、まあ、4ぐらいのシューズを持ってきているっていう、こうすることでこう濃い色、明るい色、そして中途半端な色っていうのを少しずつ上と下に配置をしている、まあ、そうすることで色の濃さの偏りが出た時に調整をしていただけるんじゃないかなと思っております。だいたいコーディネート組む時って、まあ、ネクタイとか、まあ、もしくはポケットチーフとか、あまりそういうネクタイとかされない方に関しては、まあ、ちょっと話がまた変わってくるかもしれないですけど、あとはまあ靴とかもそうだと思うんですけど、あとまあ帽子とか、そういうその細かい小道具みたいなものって最後に決めることが多いと思うんです。なのでその最後に決めるアイテムでこう調整をしていただくっていうのが一番ベストかなと思います。まあ、あとこれもそうですね、ジャケットはもう9に近い濃いネイビーのジャケットで、パンツも9です。で靴も9なんですけども、シャツがまあ2か3、2ぐらいですかね、のシャンブレーのシャツ、そうしたことでシャツだけすごく明るいんですけども、ネクタイがなければ、ただネクタイをこれはまあ8とか7ぐらいのネクタイでの濃さだと思うんですが、ジャケットとパンツはかなり濃くて、シャツだけ明るいところにその中途半端な色のネクタイを持ってくることでこうつなぎ合わせてるという感じですね。その差寸がそのできた差寸の中にネクタイを持ってくるというイメージで組んでおります。これもそうだと思いますね。ボーダーのカーディガン、まあ、ブラックベースにベージュのボーダーなんですけども、まあ、これはブラックベースなのでほぼ10、まあ、ただ遠目に見ると多分9か8ぐらいに見えると思います。まあ、割と中途半端な色の見え方ですね。でジーンズも 501XX だと思うんですけども、これも割と濃い、まあ、7か8ぐらいに対して、なのでニットとパンツの差っていうのは多分数字で言うと1か2しかないと思うんですけども、シャツはもうこれサックスブルーですかね、薄いサックスブルーかもう真っ白かどっちかを着てます。となるとまあ1か2だと思います。でパンツとシャツの差っていうと多分6ぐらいあると思うんですよね。その差を埋めるために濃い色のニットタイを持ってきている。ただここで黒の10とかを持ってくると、割とこうカーディガンのブラックベースと少しこう被ってしまいますので、黒ベースなんですけどもブルーとか白のラインがボーダーが入った、ニットタイをチョイスしているっていうところがポイントかなと思っております。あとついでに足元のソックスで、まあ、ちょっとエクリューのような色を持ってきてるっていうところで、まあ、シャツとソックスでこう明るい色を上下に散りばめつつ、あの色の全体の濃さのバランスをとっているという感じになっております。あとはまあこれが割と分かりやすいかもしれないです。まあ、ジャケットは多分これ4か5ぐらいのデニムジャケット、ウールパンツも同じく4ぐらいのミディアムグレーのウールパンツで、多分このジャケットとウールパンツっていうのは色のその濃さでいうともうほぼ同じぐらいだと思います。ただブルー系とグレー系っていう色の違いはあるんですけども、濃さでいうとほぼ同じですね。でシャツはもうほぼ1ですね。なのでその差寸だけでいうと
シャツがもう明らかに明るいんですけれども、そこでネイビーのダークネイビーのニットタイをすることで全体の調子を整えているという感じですね。その濃さをなんとなくネクタイだったり靴だったり、あとはソックスだったり、まあ、そういういわゆる小物でこう色のバランスを整えている、最終的な仕上げを彼らでしているという印象になっておりますね。まあ、そのあたりが、まあ、私が考えるこう色の濃さのこうバランスの取り方かなと思っておりまして、まあ、あくまでもこれは私が20年以上なんとなく指揮をしながらコーディネートを組んでいて、その上でこう自分なりに導き出した答えというか方程式なので、これをご覧になっていただいている皆様に当てはまるかどうかは分かりませんし、まあそれが正しいかどうかも正直分かりません。ですが、まあこれをやっていただくとそれなりに見えるんじゃないかなと個人的には思っていて、あとはまあその色の濃さのバランスっていうのをあえて崩していただいたり、例えばあえて同じトーンで揃えていただく、例えば全部5にしていただくとか、ただ色はそれぞれそのブルー系ブラウン系グレー系みたいなものを織り交ぜていただくことでおしゃれに見えたりっていうこともあると思うので、まあ、こうすることが全てではないとは思います。もちろんファッションなので、まあ、ルールはありませんし、まあ、皆様が楽しんで着れるようにコーディネートしていただくのが一番だと思いますが、色の濃さっていうのはやっぱりなかなかこうファッションにとは大切なことだと思いますので、まあ、何らかのこう参考にしていただいて、よりファッションが楽しめてよりこうおしゃれになれるように参考にしていただければなと思っております。それでは今回でこの色の濃さのお話っていうところは一旦終わりにさせていただいて、また次回以降、まあ、色っていうのは本当に奥が深いなと個人的には思っておりますので、またいろんな角度からお話をさせていただければなと思っております。それでは今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。